ヌカリア開展昭和9年7月11日は、戦前日本の仏教学者、総統州の僧侶、文学博士、道号は、フッツさん。古代全学及び東洋全学思想史を研究し、全仏教を内政主観主義として捉えた、ヌカリア全学と呼ばれる、全道思想を確立した。大正天皇のご大霊仏教雑誌、星花、ダルマ全創刊者。 総統州大学が大学昇格時に駒沢大学に改まると初大学長に就任。駒沢大学の見学の理念、行学一によ、その実践項目としての新誠敬愛を打ち立てた。武蔵区にいる間軍、古谷村の全長寺重邸、玉軍東村山久米川に遠藤太郎左衛門の4、男として生まれる。10歳の時、 ぬかりや領土の弟子として出家しなを開店と改める。1887年に総統州大学林を卒業し、教立学校を経て、1888年に東京第一高等中学校に入学した。その後、一中を卒業後の1891年に、24歳で慶応義塾大学文学部に進学し、仏教学や実証主義学問を学ぶ。 英語に堪能だったことから、最初の著作、Principles of Practice and Enlightenment of the、sort、s o t Sect は英語で出版した。明治26年12月に、慶応義塾大学文学部を卒業。ついで、ポール・ケリスの、ブッディズムイッツ・クリスチャン・クリティックスを翻訳出版。ついで、大乗被物説を展開した、富永中本の、出場工語を出版。 当時、多くの仏教学者たちが、大乗経典は、信じることではなく、それを、ところ意図した宗派は崩壊すると思っていたが、ヌッカリアは逆に大乗の価値を大幅に見直し、批判精神による仏教の近代化を図った。明治33年、稲垣万次郎講師の圧戦により、仏つしが、シャム王室より、日本の仏教徒に贈与されたこときに、南条文雄とシャムに渡航。 1901年に、総当州高等中学林の校長に就任。この時、学生服を、包囲から着物に変えるなど、大きな改革を断行。1905年には中国に存在していた、大本天皇とい月つ企業を儀教と論じた本を、発表。二つ企業は、狂気別伝年下美匠、消防現像年半妙心の転居であり、 それらの経典的根拠を否定するという前週の強唱的根幹を揺るがす論だった。また、この時期にイスラーム研究や陽明学研究にも没頭し、イスラム教の階層、マホメットの研究も始める。1911年にヌカリアは総統州から欧米への宗教学術視察の命を受けて3年間留学する。欧米留学へ向かう途中にハワイに 宗教視察員として10日間ほど滞在し、その際にハイ中学校、ポールシティ本願寺小学校等で講演を行い、サンフランシスコをはじめ各地において仏教講演会を行った。1914年に留学より帰国し、翌年に日本政府より文学博士号の国家学位を受ける。1919年に総統州立大学教頭、 1921年に学長に就任。相当州立大学の大学例による旧制大学創立に尽力し、1925年には相当州立大学を駒沢大学と改称して初大学長となった。公職と研究の両方の面で充実する一方、多数の著作を発表。弟子は国内のみならず中国や台湾、韓国など、 東アジア全体に及び、古敵や鈴木大説、総当州の岡田芸法や松永霊法、柳田聖山に継承されて、ヌカリや仏教学と呼ばれる学派を形成するまでに、至った。しかし、総当史家の原田祖学とは、雑誌、構成史上で論争が起こった。ヌカリやの思想は、その後、哲学、文学などの人文科学にとどまらず、物理学、生物学、 天文学など、当時の最新の自然科学の知識を動員して、仏教を論じ、岡田的水の禅と催眠術の序文を担当。ヌカリアの哲学的原理の帰結は、究極的な存在を宇宙そのものとみて、ついに宇宙論にまで達し、神秘主義的な領域に至った。また、インド、中国を対象とし、その思想指摘展開をまとめた、大著。 全学思想史を完成させた。1934年に東京で講演中、脳一血のため倒れてそのまま亡くなった。ありがとうございます。